から寒気が入ってくるんですけど、まあ、宮崎県の場合はその寒気がもう九州山脈にぶつかってですね、まあ、西九州に雪を降らせるんですけど、まあ、宮崎県は九州山脈にぶつかって、こんなんじゃこの車降れるかな。乾燥した空気だけやってきます。聞いてですね、まあ、インフルエンザだったかコロナだったか不明なんですけど、まあそれでも仕事を休まず行ったもんで、まあきつかったですわ。近く立って治ったんですけど、まあやけども風邪も治ったんですけど、後遺症というわけじゃないですけど、何をやるにもよだきになってですね、これってもしかして軽いうつじゃないのかなと思いましたが、ほとんど仕事終わって帰ってまた仕事行くまでずっと寝てましたね。
相当明日は誕生日を迎えます。62歳かよ。まああんまり62歳でがっかりしよっと、ちょっとこれを見てください。町店で宝くじの一等が出たっていう話を聞いた人いませんかね。もし一等が出たっていうと数千万分の一の確率から何十万分の一の確率に爆上げするんですけど、ですよ。まあ一方通行やら多いですわ。
前勤めとった会社で日向の人がいたんですけど、よかったな。で、今月町名がおいとって言ってましたが、遊んで暮らせるでしょうか。娘が何十億も稼いでるんだと思ってましたけど、最大権って延岡で一番有名なラーメン屋さんですよね。ないような気がする。最大圏には何十回も行きましたけど、配達に。
この前あのニーナさんのチャットに入ってた血液型を聞かれてですね、俺はもう A 型なんですけど、 A 型なんですけど車の中と部屋は散らかっております。車の中散らかっちゅうけどですよ、必要なものはシートの上、不要なものはもう床にあるわけでして、まあ単に散らかしてるわけじゃなくてですね、整頓はしてないんですけど整理はしてるんですよ。まあ家も部屋もしかりなんですけど、まあ散らかっててもどこに何があるというのは、まあ、どこに何があるっていうか、この辺に何があるっていうのは分かってるんですよね。刺身でも
風邪ひく前は1日1食か2食やったんですけど、風邪ひいてからですね、ずーっと1日1食ですわ。それもなんか巻き寿司みたいなものしか食ってないですね。食欲がほんとなくなりました。いやー、初画像があったんですけど、ちょっと高くてビビってしまいました。まあね、初画像なら仕方ないか。食いたかったけどなぁ。ちょっとこれを買ってきましたわ。群馬名月、あれ群馬名月って青森さんなん。青りんごですけど、この群馬名月めっちゃ美味しいですよね。我慢できずに群馬名月を食っております。